水産、あとは全部地区違うんで、ここ2社ですね、はい、まあ、中金で、中金で、はい、頑張ります。前回1本走ってみてどうだったんですか。全く体動いてなかった、全く動かなかった、全然ですね。練習では戻ってるんですか。いや、練習もやっぱ、体あんまり動くないですね、はいはい、ちょっとカンちゃん走りながら戻してるっていう感じですか。きつめにはやってるんですけど、あ、そうですか。なかなか追い込むこともできないし、あ、はい、じゃあちょっと走って走ってちょっとかかるかな、はい、頑張ります。ついたことってあるんですか、時間に。近はあんまないようだけど、はい、多分走ったことないと思います。別線で走ったことあるみたいな感じ。はい、波あるね。A 方の波、 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 逆に何もできんかもしれんけど。自分で動いてくださいっていう番組かもしれません。まあ、鍋さんに、ね、そうですね、話2人で、誰ですか、動くのは。篠原さんと、いいメンバーですね。ですね。ちょっと一言言わないとダメですね。笑われさんにね。ああ、ちょっと話し合わないと。話し合って。大した自力じゃないから、俺は。いやいや。たまたまついてるあれだから。いやいやいや。じゃあちょっと後で。話し合って。はい。ミッドナイトとか夜中のやつはどうなんですか。あんまり得じゃないですけど、はい、まあ、ミッドナイト決勝上がったことないんで。あ、はい、そうですか、はい、7社とかよく好きじゃないですか。いや、ミッドナイトがあんまり好きじゃないです。はい、まあ、けどそんなことは言ってられるので、はい、はい、あの結果残せるように。了解です。明日5レースです、はい、頑張ってください。松坂は確かに、まあ、一応、ね、あ、そうですね、決勝持った時、はい、今年ね、はい、出ましたね。まあ、そのおかげでちょっと次 SQ 行けるんで、そうですね、はい、またここできっかけ作れるようにしております。なんか前ちらっと冬場の方が僕はタイプ的に合ってるとかの話してますね。夏でけど、そうですね、最近そっちの方がいいんですけどね。なんかミッドナイトは冬とかどうでもいいんですけど、なんかもうミッドナイトは嫌っすね。そしたら極寒のミッドらしいね。そうです。サムさんに負けず、はい、はい、頑張ります、はい、頑張ってください。篠原さん、はい、ですね。本戦でいい番組ですね。そうなんですね。そうですね、いいところで仕掛けてくれるでしょうかね。最近はもうあんまり地域の番組はもう全然なくなったんですか。はい、もう完全に。